どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはデッドマンウォーキング。西部劇の夜の街を舞台に死者の猛攻からひたすら耐えるゲームワールドです。このワールドは1人もしくは2人用であり、プレイするには馬車に同時に行く必要があります。馬車に近づくと画面が安定してゲームスタートとなります。初期の武器は腰に下げてあるナイフと初期資金で買えるリボルバーのみです。これらを用いて四方八方から来るゾンビを迎撃しましょう。ゾンビは頭を撃てば一撃で倒せます。積極的に狙いましょう。ゾンビを全滅させればウェーブクリアとなり、その間は出現しませんので、その隙に武器を購入しましょう。ゾンビの攻撃を受けると画面が赤くなり、数回攻撃を受けると倒されてしまいます。2人プレイだともう1人がウェーブを乗り切れば復活が可能となります。また途中からお金を払って外に出ることが可能となります。外にもお金を支払うことで建物に入ることが可能で、強力な武器も手に入ります。ゾンビは至る所から来るので、外にいた方が武器の関係もあり有利となります。ただし酒場などの狭い場所には一番強いであろうマシンガンなどがあります。ウェーブの間は短いので、その間に武器を補充するか新しい武器を取るかの素早い判断が求められます。ウェーブが進むと敵の種類が増え、骨を投げてくるスケルトンや全身が燃えるゾンビや巨大ゾンビなどが出てくるようになります。敵の数は非常に多く、攻撃力も高いので油断しているとあっという間にやられてしまいます。2人同時にやられると終了するので、なるべく開けた場所で周りを警戒すると長く生存しやすいです。こんな感じに難易度は高めですが、何度もプレイして上達を感じられるゲームワールドです。クエスト対応もされているので、フレンドと共にどれだけ長く生きられるか試してみてはいかがでしょう。そんな感じの大量のゾンビと戦えるゲームワールド、皆さんもぜひ遊んでみてくださいね。